大輝の浜ダイス探検隊。おそらくこのコンテンツを始めてもうそろそろ1年になろうかなというところです。大輝です。最初の頃はですね、右も左もわからないまま、いや左右どころか四方八方わからずやっていたのではないかと、今になってたまに昔の回の放送を聞き直すと、なんじゃこいつって思うような回もありますけれども、どうにかこうにか1年を迎えられそうです。今回はマリン FM での活動から J3 リーグ YSCC のスタジアム DJ を今シーズンやらせていただきましたので、そのことについて振り返っていきたいなと思います。そもそもスタジアム DJ って何かというお話なんですけれども、最近よく聞かれるのが、スタジアムで DJ 回してんのとかって聞かれるんですけれども、そういうことではなくてですね、いわばスタジアムの場内アナウンスみたいなものですね。選手紹介したり、インフォメーションをお伝えしたり、ヒーローインタビューしたり、いろいろとあるわけなんですけれども、今年というかここ最近ですね、10月11月でスタジアム DJ 3回やる機会がありまして、ちょっと触りだけでもやってみようかなと思います。では行きますよ。さあお待たせいたしました、ホーム YSCC スターティングラインナップ。こういう感じですよ。どうですか、どうですか、どうですかと言われてもね、まあこんな感じでやってるんですけれども、このスタジアム DJ のお話をいただいた初めての時、本当ね、本番までの期間っていうのが短かったんですよ。ですごく不安もあったんですけれども、まあなんせめちゃくちゃ楽しみで、いざやってみるとサポーターの方々も声かけてくださったりして、もうすごく嬉しかったです。単純に。で、僕自身は小学校、中学校、高校ってサッカーをやっておりまして、 J リーガー目指してやっていましたので、サッカーの試合はねよく見に行ってたんです。そのたんびにね、スタジアム DJ のモノマネみたいなことをね、うち帰ってからやってました。うちの父親と、ああでもないこうでもないって言いながらね、なんだ、例えばね、ロブソンポンって、ポンのところで溜めてから手を言うとかね、父親と物議を言いながら、ごちゃごちゃ言いながら真似してたんですけれども、まあそんなわけで、僕はもともと埼玉県出身なので、埼玉の J クラブ浦和レッズ大宮アルディージャっていう 2チームありますけれども、小学生の頃はね、浦和レッズの試合をよく見に行ってました。今シーズン J1 年間勝ち点1位ということで、おめでとうございますなわけなんですけれども、99年にですね、一度 J2 に降格しまして、2000シーズンは J2 だったんですけれども、その時代が一番よく見に行ってたなっていうのがあって、その頃の印象がすごい強いです。で、スタジアム DJ のアナウンスも当時のものが鮮明に残ってるんですけれども、当時 J2 なので J リーグディビジョン2第何節っていうわけですよね。で、ずっとそれを真似してたんですけど、いざ次の年浦和レッズ J1 戻りまして、 J リーグディビジョン1ってなった時にね、すごく感動しましたね。はい、2001シーズンのホーム開幕戦見に行って、あ、やっとレッツもディビジョン1 J1 戻ってきたのかと思ってね、もうめちゃくちゃ感動したなっていう、そんなことを覚えてますね。で、そんな過去もねあったので、この仕事を実際にお話もらえた時にはもう素直に嬉しかった。この一言に尽きるかなと思います。で、実際にこのお仕事をしてみての難しさっていう部分で言うと、まあやる内容はそうなんですけれども、やっぱりスタジアムが広いのですごく反響するんですね。で、ライブとかステージの上みたいに返しがあったり音が返ってきたりっていうところがないので、声に出した音がその聞いてるお客さんにどうやって届いているのかなっていう部分が自分で確認ができないので、どうやったら伝わるんだろうなとかっていうことをすごく悩みました。悩みましたっていうか、分からなかったからもう悩みようもないんだけど、
どうなんだろうなっていうのはあったんですけれども、まあ、実際にやってみるとやっぱりなんだろうな、反響して全然聞こえないみたいなのもね結構指摘受けまして、でいろいろやり方変えたりしてるんですけれども、あとはスタジアムに大型ビジョンがあるのはイメージできるかなと思うんですけれども、そのスライドと自分の声は合っているのかという部分が非常に難しくてですね、スターティングメンバーの発表の時なんかはこう大型ビジョンに背を向けてサポーターさんファンの皆さんたちの方を向いてスターティングメンバーの発表するんですけれども、もうその時はそのスライドの連携がうまくいかないかなとかいろいろあったんですけれどもね、やってみてからねもうねその辺は僕の声にしっかり合わせてやってくれるベテランのスタッフさんがいるので今はもうすごくやりやすいですね。はいね、もうこのお仕事をしててもちろん面白さっていうのもたくさんあります。イベントのたびにピッチに出て行ったりスタジアム DJ をやっていたからこそできた試合前の横浜しか独唱なんていうのもあったんですけれども、 J リーグ応援マネージャーの佐藤美希さんとピッチでコラボイベントとかね、そういうこともやらせていただいて本当にスタジアム DJ として以外のところでもいろいろやらせてもらって本当良かったなと思っています。まあねもうこうどれをとってもね反省点はたくさんあるんですけれども、もっとうまく伝えることできたんじゃないかなとか、もっと盛り上げられたんじゃないかなとかね、そのあたりをもっともっと自分の中で改善というかクオリティを上げていきたいなとも思っております。でまあでもあとは単純にね選手たちが普通に声をかけてくれるのはやっぱり嬉しいものですね。試合前のスタジアム内の通路とかで今日暑いねとかね普通の会話ができるっていうのは僕個人的にはちょっと嬉しいポイントです。うんね、やっぱりね YSCC というクラブはすごく地域に愛されてるなって思うのが、すごく毎試合毎試合試合ごとにボランティアスタッフとかっていうのもあるんですよ。で地域の方々がボランティアでチケットのもぎりやったり受付やったりっていうことがあるのでね、どんどんこの YSCC というクラブを通じてなんか地域の輪も広がればいいのかなとは思いますけれども、その中で僕もなんかお手伝いできることがあったら嬉しいなとも思います。でまあ今シーズンこうやって何試合かやらせていただいたんですけれども、来シーズンはまだぶっちゃけどうなるか分かりません。うん、来シーズンねやるっていう気持ちを持ってね、僕はね常日頃からもうスタジアム DJ としてどうやってものを伝えていこうかっていうことを考えながら意識しながら生活していきたいなとは思うんですけれども、最初にですねどういうお仕事かっていうところでヒーローインタビューしたりって僕一言言いました。しかしながら僕がスタジアム DJ をやった試合では YSCC ホームゲームでの勝利が未だありません。これはね周りから言わせると大輝にスタジアム DJ やらせると YSCC は勝てないんじゃないかと、そんなジンクスを作りつつあるのでね、ちょっとこれはまずいなと思っております。まあ今シーズン実はまだこれ撮ってる時もう一試合最終節残っておりますので、そこでぜひとも僕はヒーローインタビューを、初めてのヒーローインタビューを経験したいなと思います。そして来シーズンはもうヒーローインタビュー量産体制で、そんなスタジアム DJ ライフを来シーズンも送れればいいなと思いますので、ファンサポーターの皆さん、そして関係者の皆様、どうか来年もよろしくお願いします。ということで以上大輝がお送りいたしました。